たちの史跡を巡ろう。我々は非常に、まあそうか、伊藤さんは分かんないですけど、はいはい、全くちょっと無知なもので、いや、僕もその、昭和とかでしょ、昭和明治ですか、なんかその大正明治とかの文豪たちの歴史を、この人はここで何をしたんだろうとか、歴史をちょっと垣間見る、うんうん、それにちょっと今日はいい動画だじゃん、多分いい動画だ、学びにもなる、あ、もう裸の人とかいますけどね、え、暑すぎてなのか、すごいですね、まあ、あれ文豪ですよ、あれ文豪、ああいう感じなんでしょうね、でも、うん、ああいう、通報しましょう、通報はやめておきましょう、場所行っていいんですかね、これ麻布にあんな裸 で、ね、すごいな、麻布にかっこいいな、上半身裸になんか T シャツ肩にかけて、すごい、あれ、なんていうんですか、カバン背負って、カバン背負って肩掛けのね、登りますよ、歩道橋、かっこいい、ちょっとチャンネルの色が急に変わるというか、はい、はいはいはい、いきなり変な、こんな聞くやるんだ、いや、もうちょっと寄せてかないと、寄せてんのこれ、はい、文学青年たちにちょっと寄せてかないと、あ、そっちに一、はい、回寄ろうと、一回寄って、確かに、いろいろ試してね、そうね、いろんなところに寄ろうだからね、寄って、いろんな人たちの層に、今回はもう文学青年たち、今回は文学青年、まあ、文学少女もいるでしょ、うん、はい、で、すごいですよね、ここら辺もだからその文豪が歩いてた可能性がある、いや、全然あるよ、行き来してた、そりゃ、こういうところとかもこれ、お、赤い、文豪が触ってた可能性がありますからね、真っ赤、赤いなとか言ってた可能性があるんですよ、これほら、これね、シェアサイクリングも文豪がシェアしてた可能性がありますから、ね、こういう文豪が乗り捨てた可能性がありますからね、当時の名残みたいな、まだあるかもしれないですね、文豪たちの、あ、これほら、当時の名残の文豪が乗り捨てたサイクリングシェアですね、あ、こっち、あら、こんなしっかりしてない可能性もあるけど、なんかさっき裸の人が辿った道筋を歩いてるけど、いや、確かにこれ昭和、なんかいいっすね、こういう、何を貼ったんですかね、あの何が気に入らなかったんですかね、あのテープみたいなの貼ってあるけど、こんな発展はしてなかった、こんなビルなかったっぽいですけどね、確かこんな高い建物が まだ建てようとします、あれすげえ、なんか何をあんな建てることがあるんですか、上上高いとこに、え、これ文豪のあれじゃないの、これ、ま、マジでそうじゃない、ちょっと文豪の開いてみましょう、何これ、これは、あ、なんか配送のやつです、ああ、これ使えません、多分これ使えない、中身をモザイクかけましょう、これダメだ、捨てときますね、よし、あの M1 で大阪から来た人が泊まる、ああ、いい、いい、そういうのねなんで M1 に触れたがらない、M1 M1 っていうワード出るとやっぱブンって再生数上がるから、そう、もうちょっといいホテル住まわせてほしいよね、儲かってんだからね、まあまあまあ、でもいいホテル、いいホテルでしょ、2000円取ってんですよ、一コンビからエントリー費ね、詐欺ですよ、こちら六本木なだれ坂という坂です、なだれ坂、なだれ坂、ああ、ここ来たことあるな、ここ撮影しました、我々、うんうん、なんか犬とひたすら走るロケしました、ここ、したね、あったあった、全然犬が俺に懐かなかったんですよ、前蹴りしてきて、いまだにあざありますから、ここ2年前のあざがまだないでしょ、残ってる、え、カンニング竹山さんの家、竹やんだ、実家じゃないですか、実家だ、カンニング竹山さんの、すごいな、竹やんって言われてんだ、友達たちから、違くないですか、え、ここですか、違います、ここだ、竹山さんの実家だ、竹山さんの実家、今回はなるほどね、違います、行きます、こちらです、え、ここここら辺です、ここら辺、ここら、え、もうほぼここ、この辺です、この辺、ここが昔ホテルだったんですね、はいはいはい、はい、もうここら辺ってことですね、そうで、うん、江戸川乱歩さん、うわ、出た、江戸川乱歩、はい、江戸川乱歩だ、なんかそこで書いてる、なるほど、はあ、コナン君のね、名前の元になった人ですよ、あ、江戸川コナン探偵さん、そう、あ、コナンが先じゃないですね、
なんかなわけない。あ、そうなんですね。対人二重面相とかね。あ、しゃ、ダメだ。知らんって言うな。知らん。あれ、明智探偵とかもそうですよね。あ、そうなんじゃないですか。だからもうコナンはもうだいぶ、あ、そうなんですね。あなたたちがコナンのコントやってたから。あ、だから今回。なるほどね。でコナンじゃないもんだって。江戸川乱歩はね。まあ、でもあそこからやっぱ青山先生のとこ行きたかった。そうなると文豪だって言ってるじゃない。いや青山先生だって青山先生文豪ですよ。文豪ですよ本当。それは上下ないからね。漫画家小説家つけるんですね上下を。あなたは文豪と漫画家にあからかに差をつけるんですね。漫画よね。漫画、うん、文豪ならず漫画大丈夫でしょう。漫画に豪と書いて怒り怒りみたいな話気に入らなかったみたいです。いやちょっと下ネタみたいにされたんですよね。あちょっとそれはね、そうそう青山先生に謝ったわけ。本当にで、江戸川乱歩さんがまあ今で言うあのここで大炎上しました。大炎上。何をして大炎上したか。どれぐらいの炎上ですか。その X で言うでもふざけんなみたいな。その嫌われた側ってことですか。要するにファンを裏切る行為だった。あ、何リツイートされます。それで予想10万、うわ、うわすごい、やば、大爆発じゃん。面白いがここだったってことですね。ここです。ここで書いてた時に。え、大炎上でしょ。書いてた、書きながらクソ漏らしたとかじゃないですか。違うですか。立ちクソこうあれかな仕事が被った。ダブルブッキング。泉元ヘリチャーターして泉元やです、うん、あれ泉元やさん。泉元やヘリはその時代ないと思うもうなんかヒントあります。第一ヒントは連載を打ち切りにして炎上しました。え、答えじゃん。打ち切り。そうだけどその打ち切りの仕方がひどすぎる。はい、あの言ったら本当に唐突な最終回みたいな。あ、近い近い。夢落ち。夢落ち。あ、違います。全員殺した。違う。本人が登場してきた。違います。続きはウェブでって書いた。違う。違う。自分の誕生日を祝い出した。違う。違う。違う。違います。え、なんだ。何巻ぐらい続いたんですか今で言う。これ多分結構長いこと続いてて、結構人気の。何年ぐらいなんだろう。いいところでっていうことです。あ、今で言うワンピースに関です。そこまで長いかも分かんないですけど、うん、でも結構人気は人気だから人気の本だったっていう、うん、要するにそこで打ち切りにしたから炎上したって感じ。そこで打ち切りにした。あ、まとめなかった。何にも別にその文字数で終わった。文字数制限の違う。なんだ。答え出し言いましょうか。いや、ちょっとまだちょっと竹やんの正面ってのもあるね。あ、竹やんね。竹やん、先ほどの竹やん。木の中に入ったんじゃない。その人間椅子みたいな感じで人間僕。あ、これじゃあ人間僕な名残じゃないですか。まだいる、まだいる人間僕名残。そのまま連載も終わった。じゃあ江戸川乱歩の他の情報を言うと、はい、31年間作家一筋だったけど、きちい。そのうち17年は休んでた。え？あ、いいっすね。わかった。救済した。お、そう。救済しただけだと炎上はしないじゃないですか。まだ、うん、どのタイミングで救済したか。だから何でしょう。富樫さんでいうその 王との戦い、ネトロ対王の途中で救済して10年経ったとか、そういう。まあでもそんな感じで、いいところ。まあ、富樫さんに近いってことですか。木田さんとか。富樫さんと。富樫さんよりひどいと思う。あ、なんか富樫さんになんかトゲがある言い方。確かに。これ絶対使ってくださいよ。富樫さんひどくないですから。富樫先生そんなね悪い人じゃないですよ。もう楽しみにしますからね。木田先生だけですよ。いや、木田先生も楽しみにしてます。木田先生書いてくださいね。木田先生も本当にサボってるだけですから。絶対。いや、貧乏暇なしって頼みますよ。ツイッターで貧乏暇なしっておっしゃってましたよ。忙しいんですよ、めっちゃ。金あるんだから。これ言っていいですか。
いやいやいや、ダメですよ。いやいやいや、当てたいじゃないですか。当てたい。フルハウス関係あります？フルハウス、NHK の。全く関係ない。ミシェル？フルハウスの元になったとかじゃない。そのままフルハウスに引き継いだとかです。双子じゃない、双子、ミシェル。映像、フルハウスって違いますもんね。関係ない。ジェシーおじさんとか出てこないですか？出てこない。あ、出てこない。内容を知りたいよね、まず。ああ、その小説の推理小説ですよ、江戸川乱歩。謝罪文を出して打ち切りにしました。あ、もう解けません。え、この事件は解けません。それだ。だからみんなを集めて、探偵が、はいはいはい、これ謎解きの時になんか全く出てこなくなって、いや、あ、でもほぼ正解近い。あれ、殺す前。違います。決め台詞。あ、犯人はの時に浮かばなかった。正解です。あ、なるほど。面白いけどね。トン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 ってやってって、誰かトン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 、誰か、カーンで、カンってこと。その週に、おもろ、犯人はこの中にいるまで書いて続くってやって、その次の週に思い浮かびませんでしたって打ち切りにした。おもろ、すごいっすね。でも最初からできてないんだ。じゃあ、 うわー、なるほど、見切り発車で。全員でも逮捕じゃないですか、もう。もう分かんないから、警察もだ、いるんだからみたいな。そうか、もうじゃあ犯人も機密に返してたってこと、途中まで。うん。はあ。でもこれ下手じゃん、ファンの間ではこいつなんじゃないかとかがあるってことですか。そうそうそう。え、結局犯人はもう決めずに終わった。うわ、すごい。死ぬまで。がここ。え、鬼怒川オフィスご飯。違う？それただの看板の。タリーズか。タリーズで？竹やん。やっぱ竹やん。すごいっすね。でもこれ面白いっすね。それがここなんだ。ここで、はい、ここら辺のここで投げたん。あ、なんか、ね、でもなんか投げそうな感覚するね。土地柄なんかちょっと差がなってて、ああ、なんかもう、ああ、いやみたいな。なんか走って、うん、なんかあっちに走ってきそうな感覚になります。一応その無理やり結末を作ることはできたけど、うん、中途半端な仕事をすることがどうしても許せない。かっこいい。あ、プロだ。徹底的なんだ。江戸川乱歩さん、何年から何年の方なんですか。何年前のね、人なのか。絡んだことあるのかな、我々が。1894年生まれ。全然だじゃん。1965年に死去。はあ、生まれる前。生まれる前ですね。でもなんかいいっすね。現代とちょっとリンクしますね、うん、現代もありますもんね、漫画だなんだで。あるね。打ち切り全然あるよ。書き直しとかもあるもんね、今。じゃあ書いてないですね、その後。はい、この作品は書いてないです。うわー、すごっ。なんか悔い残らんだんかな、それこそ。まあ、じゃあ行きましょう、次。休み癖が、あ、行きましょう、はい。